皆さん、こんにちは。囲碁が大好きな、クラステンヌのクーロンです。今回の囲碁人物伝ダッシュは、NHK 大河ドラマ、青天を衝けの登場人物として注目される、古代友厚を紹介します。5月9日に放送された、青天を衝けでの、古代友厚の初登場シーンは、囲碁の対局の場面でした。古代友厚は、以前はあまりメジャーな人物ではありませんでしたが、平成27年に放送された NHK 連続テレビ小説「朝が来た」で話題になり、その名を知られるようになります。五代は囲碁の愛好家であり、大久保利通の囲碁仲間であったことから、今回のシーンは納得と言えます。五代友厚は天保6年に薩摩藩士五代秀隆の次男として誕生。通称は、久井助と名乗っています。安政元年、ペリー来航に刺激を受けた五代は、開国を主張。翌年に、長崎海軍練習所へ、藩練習生として派遣され、勝海舟らと共に航海術を学びます。文久2年には、幕府艦千歳丸に乗船し、上海に渡航。この時、高杉晋作と出会うなど、五代は、後の時代に活躍する人々と、人脈を築き上げていきます。坂本龍馬とも親しかったそうで、後に、海援隊が操縦する蒸気船、いろは丸が、紀州藩の軍艦と衝突して沈没した際、五代が、紀州藩との交渉を仲介しています。文久3年、七海事件をきっかけに勃発した薩英戦争では、イギリス海軍の捕虜となっていますが、慶応元年には、寺島宗則、森有則らと共に、薩摩藩県営使節団として、イギリス、さらにヨーロッパ各地を視察。帰国後は、長崎のグラバーと共に、ドックを建造するなど、実業家としての手腕を発揮し始めています。明治元年、新政府の参与職、外国事務係となった五代は、外国館御飯事、大阪府御飯事兼任として大阪に赴任。狼藉を働いたフランス水兵を土佐藩士が殺害した堺事件、イギリス公使パークス襲撃事件などの外交処理に当たったほか、大阪への造幣料、現在の造幣局の誘致、初代大阪税関長に就任するなど活躍していきます。明治2年に退官し、実業家へと転身した五代は、大阪を拠点に、硬貨の信用を高めるために金銀分析所を設立。日本初の英和辞書の出版や、鉱山経営、藍の製造販売など、様々な事業を展開していきます。新政府は、当初、大阪を新しい首都とする予定でしたが、京都の公家や財界人の猛反対により頓挫。そのため、江戸が首都となり、東京と名を改めています。そして、低迷する大阪の経済を立て直すため、五代は、大阪商法会議所、現在の大阪商工会議所を設立し、初代会頭に就任したほか、大阪株式取引所の設立にも尽力し、大阪を東京に次ぐ大都市へと発展させる基盤を作ります。五代は、囲碁の愛好家であり、攻め重視の棋風だったそうです。そして、大久保利通の囲碁仲間として知られ、頻繁に碁を囲んでいました。明治8年、政府では、清官論争に敗れ下野した、西郷に続き、台湾出兵をめぐる意見対立から、長州閥のトップ、木戸孝允までが職を辞し、帰郷してしまいます。政府の運営が、大久保一人に委ねられるという、緊急事態となり、事態を憂慮した井上馨や伊藤博文は大阪の五代に相談を持ちかけた結果、一同が大阪に集まり会談することが決まります。大久保は大阪では五代の屋敷に滞在し、碁を囲みながら過ごしていました。その間、事前の話し合いのために木戸も訪れ、共に碁を囲んでいたそうです。大阪会議と呼ばれる会談は、西郷と共に下野していた板垣退助も参加し、数回にわたり行われますが、
話し合いが難航する中、酒癖の悪い黒田清隆が懇親会で泥酔して暴れ出したため決裂寸前となります。しかし会談の成功の重要性を認識する木戸は関係修復のために5回を開催。5代も参加した5回により会談が再開されることが決まり、木戸らの政界復帰が決まります。国の将来が囲碁によって救われたのです。日本の資本主義の父渋沢栄一と比較され、東の渋沢、西の五代と称された五代友厚は明治18年糖尿病により49歳の生涯を閉じています。数々の実績を残しながら私腹を肥やすことがなかった五代には死後多額の借金が残されたといいます。大阪の発展に尽力し、大阪の恩人、大阪を作った男とも称される五代の葬儀は回送者4300人、葬列は約 1.4 キロに及んだといいます。